久保さん、今回ギャンブルの儀にしましょうか。さっきね、ちょっとギャンブルの話をしてきたんですけど、あの、ギャンブルを僕がしてきて、いくら失ったのかと。まあ、大体300万ぐらい、あの、マイナスなんですけど、その話をして。だから要は、マイナスになった話もプラスに転換できるというか、その話を聞いて、まあ何かを感じる人は感じるだろうし、なんかその、勝った方法 もうそうなんだけど、こうやったら負けるよっていうのも、僕は価値があると思うんですよ。だからつまり、プラスとマイナス両方に価値があるってことですね。プラスにしか価値があるのかっていうわけではなく、マイナスにも価値があると僕は思ってますね。だから、あなたの人生がマイナスだったら、そのマイナスにも価値があるよっていうことですね。まあそれを発信に変えれば、いくらでもプラス転換できると。だプラスも発信しなかったらマイナスになるかもしれないですね。いってらっしゃい。